愛ってやっぱりすごく頭のいい女性だと思ってるから、俺は愛のことが、うん、どこがなんでだろう、すごく頭の回転っていうのとは違うな、思慮深い人だなって思ってて、うん、なんかもしかするとすごく俺と似てる部分もあるのかもって。いや、それこそなんかある程度器用なところだったりだとか、うん、あとはなんか思考回路とかもそうだし、でちょっと慎重、慎重だし物事に接するときにすごい相手柔らかいけれども、でも譲らないところは譲らないっていうか、曲げないところは曲げなかったりとか、そう、うん、そうなんだよね、うん、そう、自分がこだわってないところではすごく柔らかくて、周りのこともすごく考えてみて、周りがいいようにってするけども、でも自分の中で曲げたくないところっていうのはきっと曲げない人なんだろうなとか。泣きそう、うん、なんで、待って待って待って、なんで、わかんない、なんで、なんか嬉しかったそう、なんで言ったじゃん、俺愛のことすごい見てるよって泣かないの。いろいろな感情があったんですけど、ちゃんと自分のことをこう見てくれてるんだなっていうのをすごく実感したから、それを久保さんの口から聞けたから、なんか嬉しくて涙出ちゃいました。だからちゃんと自分の気持ちとかが伝わってるのかなって思って、うん、なんか不安で、うん、ちゃんとでもちゃんと見てるよ、うん、愛のことが分かって、うん、嬉しかった泣かないの、うん、愛がなんかそんなに気持ちを出してくれたのが初めてだから、うん、もうすごい嬉しい俺。もう一回、うん、みんなでいる時にも、なんで私が積極的に行けないのかとかもちゃんと汲み取ってくれてるような気がしたから、そういう細かいところ、ちっちゃいところもちゃんと見てくれてるっていうのが今日の会話の中で分かったから、すごいなんかほっとしました。